11月17日火曜日、山里小学校の6年生を対象に、朝日新聞社の環境教育プロジェクト地球教室出張授業が行われました。これは朝日新聞社ならではの取材資料とネットワークを生かし、2008年から全国で実施しているもので、地球のために自ら行動することの大切さを学んでもらおうという教室です。まずは朝日新聞科学医療部の小堀達之記者から、自ら書いた記事の紹介や海外での地球温暖化に関する取材の報告がありました。中には日本の企業がモロッコ王国で自然エネルギーを開発中ということや、オーストラリアの広い公園のような場所が実は昔オリンピックのボート競技の会場だったという説明もあり、皆さん大変驚いている様子でした。さらに地球温暖化が及ぼす環境被害の話もあり、児童たちは今の自分にできることは何かを考え、国連の持続可能な開発目標である SDGs の大切さを学んでいました。続いては技術の力で地球環境に配慮した取り組みを行っている機械メーカーナブテスコの皆さんの授業です。旅客機の大きさにもよりますが、およそ飛行機などを制御するシステムを製造しているナブテスコ、操縦席からの指示を各装置に伝える油圧システムに見立てた実験もありました。この日は油の代わりにチューブに水を入れ、10人で力を合わせての試みです。皆さんで注射器のピストンを一斉に勢いよく押すと、離れた場所の6キログラムの重りが徐々に上がっていきました。しかしこのシステムでは大掛かりで重いため、ナブテスコは今後電気とモーターで動く小さくて軽い装置を開発し、燃料の削減を行いエコを目指していくそうです。児童の一人は、少しでも地球温暖化を防ぐために節電や節水、食品ロスの削減、地産地消を実践しますと話していました。